Yo, minasan, c'est Gunsho! Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 51, partie 2! Donc voilà, et désolé si le son est un peu faible, je crois que j'avais oublié d'augmenter le son. Donc voilà, je souhaite quand même un bon visionnage. Donc voilà! Ça, je crois que j'ai assez pour améliorer le cas, je crois. Je crois que Techno, c'est bon. J'ai assez sur la fin de l'épisode. Je vais continuer. Voilà, 100% de ça. ハードルを超えたわね。災害があれば市民に直接必要な物資を届けられる。よくやってく。結論は急げないけど、一つの大きな進展はあったわ。あなたのおかげでドルインフルの遺伝的不動をマッピングできたの。それにアマーストがウイルスの強化用に追加した DNA も全て識別できた。あなたが生存者から採取してくれたサンプルのおかげで、我らがスーパーウイルスの抗体をついに入手できたの。それでワクチン開発のめども立ったわ。これよ、とくとご覧あれ。普通なら私が開発チームの先頭に立つんだけど、アナーバーの方が設備は整ってるし、それに私はここであなたの相手をしなきゃいけないし。まあいいわ、ここにもやることは山ほどある。それにきっとまだチェルネンコやアマーストが野放しになってて、行かれた奴がいけない質問をするかもしれない。それは絶対阻止して、お願い。ドクターカンデル、至急回復期病棟へ。ドクターカンデル、やるべきことはたくさん。ねえ、こんな危機が再び起こったらおしまいよ。頼んだわ。よし、みんな聞いてくれ。エーベルズ以降、カンデルが次にお前に何を持ち帰らせるか。中には自分は警官でも。ブリスは何らかの奇襲を国連本部に用意しているだろう。ああ、今400ポイントか、さ、je suis à 300 points。
は市民を撃って好きに略奪してる。思い知らせてやらないと。お知らせします。スケジュール上の誤りにより、グループとかカウンセリングは木曜日の午後に変更されました。ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。よくフェルを始末したな。領事館の件は聞いた。 LMB を追い払ったそうだな。あいつらは上、食ってもさっぺ。駅を失ったことで LMB は引き返して再編すると見ている。ハドソンヤードを失っていたら想像すらしたくないな。インフルは培養されたんじゃない、プログラムよ。具体的には、やつは仮想空間でウイルスゲノムを変更するチェルネンコの研究に気づき、改良を加えて結果を産業用タンパク質レプリケーターに入力した。そうやってできたウイルスをベースに最大効果を得るために微調整を続けたというわけ。効果とはつまり死者数ね。敵を取り戻したことには大きな意味がある。ありがとう。ライトハウス、こちらだが、どうぞ。聞こえてる、状況。あなたが LMB の連中と何の関わりもないのは知ってるけど、あいつらここに来て人を連れ去る権利が。ライトハウス。LMB とわかりもないのは知ってるけど、ここに来て人を連れ去る権利があると思ってるのよ。
この地域にとってかけがえのない人たちをね。奴らの暴挙を止めて連れ去られた人々を取り返して。忘れないでください。外出禁止令を破る者に LMB は安全を保証しません。自身の安全のためにも。 LMB から国連本部を奪還するにはあんたがまず敵の防衛線を突破して中に入る必要がある。部下に攻撃させて見張りの注意をこっちに引く。その間に突破すれば中に突入できるはずだ。救急物資を探知。こちらスパロー6、1分以内に到着予定。警告、敵発生禁止。また敵が来るぞ。接近中。こちらスパロー6、現場に到着。援護は任せろ。
エリア確保。敵を無力化しました。こちらだが、どうぞ。聞こえてる。助かったよ。狩りができたな。あなたのことをあまりよく思ってない人がいるようね。あるいはこの地域を妬んでいるのかも。いずれにしてもエリート集団を送り込んできたそうよ。ロミオ隊っていう、そんなのおかしいわよね。とにかくロミオ隊が撃ちまくってるわ。人々が傷ついてひどい状況になってる。
あの連中本当にひどい被害をもたらしたわね。食い止めてくれてありがとう。
sérieux. Et voilà, après cette mort, on va dire, brutale, et mon énervement, donc voilà, donc l'épisode 51 partie 2 est fini, donc on se retrouve dans 2 jours pour la partie 3, la dernière, de ce, qu'on dirait, long épisode 51. Donc voilà, c'était Guincho, donc likez, partagez, bye bye.